医者をやり、お医者さんをやりながらやってる、はい、そうですね、今も同時並行で。どんぐらいの割合でやってるの？今は週2ぐらい医者やってて。週2で医者で、お笑いの方が最近ちょっと仕事が増えてきて、営業やらで、うんうん、だからお笑いの方がちょっと今多いですね、割合的には。はあ。で、最終的にそのお笑いが多くなっちゃったらどうすんの、それは。いや、でもこれは同時並行で、お医者は絶対やめずにやろうかなと思って。全てを手にしたいわけね。すごいね。欲望ですね。究極の選択じゃないんだ。もうお笑いをじゃあもうやる、こんだけもう忙しいからもうお笑い一本でやるってないんだ。ないですね。はぁ。パラレルキャリアとしてそこやってきます。な、なに、ちょっと初めて聞いた。何？パラレルキャリアです。パラレルキャリアって何？はい、もう同じことを、同じキャリアというか同じ副業とかも一緒にやっていくって感じです。はぁ。今もう話題ですから、安倍さんのもう働き方改革です。今の時代に現れた芸人だね。だからね。はい、俺ら始めた頃にはそんな、なんかないかも。今の時代の芸人のちょっと働き方かもしれない。あー、すごいね。しかもお医者さんも今ちょっと副業とかでもいいじゃんみたいな流れになってて、うん、そういうのも受けつつ、今の時代の芸人であり今の時代の医者でもあるっていう感じです。すごいな。お医者さんで、お医者さんで来てる、患者さんとかはなんかもうお笑いもやりながらで大丈夫なの、できるのとかにはなんないの？あ、でもでもまだそんなにマスクとかしてるのでそんなに気づかれないですね。ああ、たまにでも言ってくる方います。なんかいろいろやり終わった後に、あ、先生ってちょっとテレビとか出てますか、なんか見たことありますよねっていうと、そうなんです、芸人やってるんですっていうと、あ、こっちもやられてるんですね、は、本当に診察してるんですね、診察の時は結構普通なんですね。そりゃそうだよね。そそ、診察の時にシュなんてやったら、シュとかヘイヘイドクターやったら頭おかしい。ちゃんとやってくださいよ。これで注射しないですね。いやいや、俺でやばいでしょ、注射なんかしたら。はい。